覚えていきたいですよね。こうやってあなたたちがホームページで書いてることを参考にしてマスコミは、なんか記憶力が落ちるとか、最近は幻覚を見るとかいうのが多いですけど、それも書いてます、ここにね。でそういうことの根拠は何ですかということを本当に聞いてたくなります。今さっき石川坂さんが言ったように、裁判でも、検事側にこういうものを提出してみたときに、でこれも根拠は何ですかって言うと、いや、ないんです、ないと言われましたと。ということで、じゃあ、マスコミが根拠としていることって、ね、何なのと一体、どこのことを言ってるのということになるわけですね。で、まあ、この辺のことがですね、桂川さんの裁判で、どうかの裁判でもそうですけども、大麻には害があるっていうのはもう、周知の事実で、決まりきってるだろうと、証明する必要すらないんだ、こんなのは。と言われてきて、多くの人が有罪で、判決を出されて、まあ、トータルすると何万人という人が刑務所に送られたり、前科もされてるわけですね。だからここがやっぱり一番今、落とすべきところではないかというのが、まあ、白坂さんの、テーマとなってきたわけですよね。はい。でね、これね、ひどいのはね、ちょっと2つページ戻してもらえますか。あ、はい。で、上の方かな。臭いと感じる人もいますって中でね。あ、ちょっとその辺、これも、あ、ちょうど、はい、そう、で、これ上の方にね、わけわからない文章だけど、大麻常習乱用者の特徴、時たま使用する程度でこれを見破ることは困難です。ただし大麻には独特の甘いような匂いが相当長時間衣類などに付着して匂います。かっこして甘い香りと言われますが、一種刺激的な匂いで臭いと感じる人もいます。なんかわけわかんないでしょ。甘い香りって書いてあるのに直後に臭いって感じるって。でこれね、英語、これね、もともとは英語の原本だって後でちょっと出てきますけど、そこではね、ただね、甘い香りってしか書いてないんです。でその英語の原本を訳して、こういう小冊子を作ってね、これダメ線が売ってたやつですけど、これがね、その、英語の原本の翻訳なんだけど、これ翻訳した人の注としてね、ここにはね、ちょっと、あ、そうですか、あ、そうですか。その前にですね、まあ、根拠がないと言ってる根拠は何だということなんですけども、これはですね、ここに書いてある、だって絶対センターが書いてある、脳の損傷、それから免疫力が落ちるとかですね、流産するとか、まあ、そういうふうなことが、日本のそういう病院とか医療機関で調べたんですかという、情報開示請求、行政が持っている文書を出してくださいって請求すると、今出さないとならないという法律があってですね、でそれで、調べたところ、それで情報開示請求したところありませんということなんですね。そういう情報は持ってませんと。ちょっと貸してね。日本国内の医療機関により確認された大麻摂取が原因の脳の構造的損傷に関する一切の情報を見せてくださいと言ったら、見せられません。その理由は、そういう文書がないからだと。つまりここに書いてあることは医療機関で確認したものではないということなんですね。そしたら何だもということなんですが、この脳の損傷だけではなくて、精子の数の減少に関する情報はありますか、心不全に対してはどうですか、免疫力がどうですか、肝臓の対策と、全然こんだけ請求、しましたが、開示することはできない、なぜならそういう文書がない。そしたらここに書いてることはどういう根拠あるのということになるわけですね。
出てないわけです。ないのに 裁判所では、これまで、これが大の根拠であると。しかもダメ絶対センターというのは公的な機関ですからね、厚生労働省の内閣団体ですから、そういう公的な機関で言ってることっていうのは裁判所はもうほとんど取り上げます。そのまま正しいとしても、あとはもうそんな説明する必要ないんですと、まず決まってるでしょうというめちゃくちゃな裁判ですね。以上、この辺がじゃあ書いてるのはどこから来たのかっていうのをちょっと休憩時間を挟んで、白坂さんに説明してもらいたいと思います。非常にバカバカしいというかですね、そんなんやったの、日本の法律そんなことで作られて、そんな若い人たちを刑務所に送ってですね、それでいいのというふうな呆れるぐらいの事実が明らかにされますということで、いいですか。はい、じゃあちょっと何分、はい、10分から15分の間、小休憩を取りたいと思います。この間にご注文などもお願いいたします。でこちらに物販コーナーもございますので、休憩の間にぜひ乾杯箱もありますので、よろしかったらご利用ください。長野から来てもらってるんですけども、交通費も、危ういという状況なので、できれば、1万円でも10万円でもいいですから、100万円でも、そこに乾杯箱がありますので、よろしくお願いします。